では次はスポーツコーナーです。初登場の斉藤キャスターです。日曜日のクマロックスポーツ、クマスポをお伝えする斉藤春日です。新人ですが一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。まずはロアッソ熊本の情報です。昨日アウェーの千葉市でジェフユナイテッド千葉と対戦しました。1点を先制されたロアッソ、ゴール前からこぼれたボールにヤブ、ゴールに迫りますが得点は奪えません。後半オウンゴールで1点を献上しリードを広げられますが、その直後このプレーで相手選手が退場します。1人少ないジェフを相手にロアッソは反撃しますが得点にはつながりません。さらに1点を失ったロアッソ、課題の守備も乱れ今シーズン2勝目を挙げることはできませんでした。それでは順位表です。ロアッソはここまで5試合を終えて1勝1分け3敗で勝ち点4の19位です。なかなか2勝目が挙げられませんよね。そうなんですよね、19位と厳しい順位ですけれど、目標はもっと上ですよね。もちろんです。今シーズンの目標は J1 昇格のためのプレーオフ進出の可能性があるこの6位以内です。ここまでなかなか結果がついてきていませんけれども、試合内容は昨シーズンとは大きく変わりました。開幕から間もなく1ヶ月、ここまでの戦いぶりをこの方に伺ってきました。今日はよろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします。どうも。池谷智義さん、アスリートクラブ熊本の社長です。ロアッソ熊本の初代監督で、昨シーズンも吉田監督退任後監督代行としてシーズン途中からチームの指揮を取りました。現在はチームのゼネラルマネージャーも兼ねています。サッカー初心者の私は先日ロアッソの練習にお邪魔して池谷さんにお話を伺ってきました、サッカーの話なんかできるわけ？そうですね、ルールは分かったの？ルール、はい、ある程度。今シーズンは監督の目線とは違う引いた目線で、イケアの視点と題して試合のポイントなどを語っていただきます。開幕からおよそ1ヶ月経ちましたけれども、この1ヶ月間の戦いぶりをどうご覧になりますか？そうですね、順調に来てる、キャンプからこう含めてみて順調に来てるっていうふうに今思ってます。なかなかね、勝ち星がその先行していくっていう感じではないんですけど、内容を含めてすごくいいゲームがね、粘り強く戦えるという部分でいくと、もう本当に五分の戦いができてるというふうに思ってます。当然6位という目標を持って挑んでいます。でそう簡単なことではない。でやはりその波もあるでしょうし、やっぱりそういう意味ではすごく我慢というものは大切かな。池谷さんが強調されたのが我慢というキーワードでした。さあ片山のシュート決まった。アビスパとの開幕戦では片山と園田のゴールで先制、後半追い上げられましたがなんとか逃げ切って3年ぶりの開幕戦勝利を飾りました。ホーム開幕、最後に粘り強く逃げ切れてたっていうこと、これはすごくチームにとっても良かったし、そのクラブにとってもね、その自信につながったっていうゲームではないかなと。負けた試合の中にも去年までとは違う要素が見られました。今シーズン J2 に降格したジュビロとの試合では前半いきなり3点を先制されます。昨シーズンのロアッソはこのままずるずると点差をつけられる展開が目立ちましたが、この日は後半主導権を握り1点を返して粘りを見せました。決まりました。斉藤がこの地元でゴールを返しました。
まあ、ジュビロ戦なんかも含めてね、前半、3対0っていうね、ビハインドを負った中で、やっぱ後半しっかり立ち直ったっていうこと、やっぱこれが今年の一つチームとしてのね、あの成長っていうことがこう伺えるんじゃないかなっていう思います。池谷さんが期待しているのがロアッソの今シーズンの新加入選手です。大学からの即戦力として中山と澤田、同じ J2 から岡本、篠原、園田といった選手を補強しました。そしてなんといっても元日本代表で地元大津高校出身のフォワード牧です。牧がやっと戻ってきて、やっぱ熊本のそういう意味では象徴である選手だと思うんですね。そういう中の期待感もある中でいくと、まだまだ物足りなさっていうのは自分の中で多分あると思うんですよね。まあそれは一つのゴールということ。開幕からここまで5試合すべてに出場していますが、まだ得点がありません。しかし牧は精神的な柱として言葉とプレーでチームを引っ張っています。チーム全体を見た中では、やはりその彼の存在っていうのはね、あのすごく大きい存在だなっていうのは感じますよね。やっぱその若い選手の中に入って体で表現する、まあ、スーパープレーをするっていう選手ではないのかもわからないけど、やっぱりこう見てて感動を与える、まあ、若い選手を引っ張っていくようなその行動っていうものは本当随所に見えるなっていうふうに思います。そして昨シーズンリーグで3番目に失点が多い中で、元日本代表の南が抜け、今シーズンゴールマウスは畑が守ります。この畑のプレーがチームの鍵を握ります。南の移籍という、ね、話が持ち上がった時にも不安視はなかったんですよね。南なんかも新人の頃から知ってて、畑よりポテンシャルも全然低かったと思うんですよね。それがやっぱりゲームを重ねることによってああいう選手になっていった。そう思うと畑の方がレベルが高いわけですから、彼がやっぱゲームをこなすことによったら、あの本当にこのクラブとするとすごく大きな戦力になる。今シーズン終わった中に彼がどれだけのプレーをして、またなんかどれくらい成長しているのかっていう、まあ、あの期待感を持って見ていきたいなと思います。しかし結果としてはここまでの5試合で勝ち星はわずかに1つ。キャンプからの成果をなかなか結果に結びつけることができません。いいことをこうやってるっていう実感はあっても、結果が伴っていかないと、なかなかそうするとそこにやっぱりちょっと不信感が生まれたりとか疑問が出たりとかいうことってよくサッカーの中であると思うんですね。だからそういう意味でそこが本当に我慢しきれるのか、信じていけるのか、そういうところが一つチームとしての、今年の最大のテーマになるのかなっていうふうに思います。まあ、確かにここまで新戦力がしっかり活躍して内容悪くないですよね。はい、そうですね。池谷さんが一番強調されたのが我慢という言葉でした。内容は昨シーズンよりも確実に良くなっていまして、小野監督や選手たちも手応えを感じているだけに、早く結果が欲しいなというところなんですけれども、うん、やはり今は我慢の時なんですね。そうですよね、はい、新加入の牧選手が1点取ればチームの流れも変わるでしょうから、うん、早く点が欲しいですね。そうですね、牧選手のゴール見てみたいですよね。一つずつ壁を乗り越えることでチーム全体の流れが大きく変わることを期待したいと思います。ロアッソの次の試合は今度の土曜日、アウェイで横浜 FC と対戦します。以上、くまスポでした。